おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正彦です。で今日も朝のビジネス英語勉強会横浜へ向かうところです。今日のテーマもですね、テッドからリーダーシップについてですね、参加者の皆さんはですね、グローバル企業であったり、100年以上も続く伝統的な、会社の社員さんであったり、また、英語の先生であったり、また起業家であったりという形で、本当にいろんな方がいらっしゃいますので、そのリーダーシップのいろんなタイプのリーダーもいますし、リーダーシップスキルとしての一形態として身につけられるものと考える大企業、まあまあそうですね、リーダーシップというのと、またリーダーそれ自体、人間としてそれをどう発揮するかっていうことはまたちょっと違うような意見も多く見られます。そういった中でそれぞれの立場から、また会社側のそのリーダーシップを研修を社員の方に受けさせる立場の方々、そういった方々もいらっしゃいますので、どういうふうなお考えを持っていらっしゃるのか、そして実際には何のためにどうしてそれが必要なのかっていうところの議論もできればと思っています。それでは、今日はですね、なかなか皆さんリーダーシップのお持ちの方、そしてリーダーとしてのポジションについていらっしゃる方ばかりですので、ぜひ、自己自身のリーダーシップの、まあ、生き方とか考え方、視点、そうですね、いろんなものが混ざってくるとは思うんですけども、じゃあなぜそれが必要なのかっていうところ、その大元のところも、遡って大きなご議論ができればと思っています。それではこれから行ってまいります。今週も頑張っていきましょう。